岡田紗佳は、日本のグラビアアイドル、ファッションモデル、プロ雀士。東京都出身。アーティストハウスピラミッド所属。身長170センチメートル。3サイズ B85 センチメートル、W58 センチメートル、H83 センチメートル。靴 24.5 センチメートル。血液型O型。父は日本人、母は中国人で、日本で生まれ育った後に6歳から6年間を上海で雀荘を経営する祖母宅で過ごし、日本語の他に北京語と上海語に堪能で、小学生の頃から麻雀を始める。上海語、北京語、英語、中国の古筝、クラリネット演奏を特技とし、買い物、化粧、歌唱、漫画、ゲーム、フィギュアの収集などを趣味としている。2015年からカプコンが運営するモンスターハンター公式ファンサイト、モンハン部の女子マネージャーとして活動している。豊満な胸、引き締まったウエスト、美しい美脚の持ち主、雀士としては、役満ボディ、完全武装アフロディーテをキャッチフレーズとして用いる。自称、運動アレルギーで、過度な運動で蕁麻疹が発症して、救急搬送された。2009年に、青山学院高等部へ入学後、2012年に青山学院大学国際政治経済学部へ進学して2016年に卒業した。2011年に第43回ロンのモデルオーディションでグランプリを受賞し、2012年2月号からロンの専属モデルとなる。2012年4月から2016年3月まで中国名、さやかの名義でネプ&イモトの世界番付に出演した。2017年4月から日本プロ麻雀連盟に所属する女流プロ雀士となる。2018年3月20日発売の5月号を最後にNONNOの専属モデルを卒業した。2018年9月28日にフジテレビ1の番組芸能界麻雀最強位決定戦ザ・割れ目でポン121で本人も番組も初めてとなる役満9連砲塔を上がった。2019年の M リーグで新規加入の角川桜ナイツからドラフト指名されて M リーガーとなる。ありがとうございます。